BG アバター2についている後ろですね、こちらのビジョンセンサー、ちょっとです、注意が必要です。はい、どうも、サラクーです。今日は2024年4月19日、金曜日になります。今日の話題なんですけども、今ですね、リージェンアバター2、これですね、リージェン新しいシネフープドローンなんですけども、こちらの方ね、持ってきてます。こちらの方ですね、後ろの方に、こちらですね、ビジョンセンサーがね、ついてるんですけども、ちょっとですね、注意が必要だという話をしたいと思います。あと加えてですね、ちょっと DJI から新しい製品もですね、出てきますので、そちらもですね、合わせて話していきたいと思います。で、その前にですね、私のチャンネルの PR をさせてください。今ですね、私のチャンネルの方ではドローンチャンネルとは別にですね、旅チャンネルを起こしておりまして、サラクーの地旅チャンネルというチャンネルを作っております。こちらですね、私サラクーが楽しくですね、喋りながら旅をしてというようなですね、チャンネルになってまして、今現在ですね、チャレンジしているのが、千葉県を徒歩で一周するというところをですね、チャレンジしております。ようやくですね、九十九里浜踏破ということで、66キロあるんですけども、こちらの方ですね、砂浜を踏破したというところもですね、今のところ上げております。こちらの方もですね、ちょっと頑張ってね、歩いてますので、ぜひですね、こちらの方のチャンネル、この動画の概要欄のトップのところに、このリンク先貼っときますので、ぜひともですね、サラクーのチャビチャンネルの方遊びに来てください。はい、以上 PR になります。はい、ということでですね、今日の話題に戻りたいと思います。今ですね、DJ の新しいシネフープの DJ アバター2を持ってきてるんですけども、こちらの方のですね、話とちょっとですね、新しい製品の話をしていきたいと思っております。まずはですね、ちょっと新しい製品、こちらの方ですね、DJI の公式から出ておりますので、そちらの方ですね、先に見ていきたいと思います。はい、こちらですね、DJI の公式のページになりまして、ポータブル電源ね、出ました。DJI としてはですね、初のポータブル電源ということで、DJI Power シリーズというですね、新しい製品が出てきました。ラインナップとしてですね、2つありまして、DJI Power 1000というものと、DJI Power 500というものになっております。ちょっとですね、DJI Power 1000の方ですね、見ていきたいと思うんですけども、はい、こちらがですね、DJI のですね、新しいポータブル電源というものになってまして、こちらですね、最大出力電力が 2000W になっております。一般的な家電の 99% 以上の充電ニーズを満たすようなですね、ものになっているということですね。で、完全充電までは70分でかかるということと、あとですね、ソーラー充電とかもね、対応したものになっています。で、とても静かですね、23dB の音しかしないというような感じですね。あとはですね、2つの PD3.1 USB Type-C のですね、出力ポートがあるということで、最大 140W ということになっております。あとですね、安全性も大丈夫ですよということと、あとはやはりですね、ドローンをですね、急速に充電するということで、こちらですね、DJI 製のドローンをですね、急速充電ということで、DJI Power SDC 超急速充電というものがですね、あるみたいです。なのでですね、今回ですね、ドローンも含めて、充電できるようなですね、このようなポータブル電源がですね、出てきたということになります。こちらがですね、DJI Power 1000ですね。で、もう一つの方が DJI Power 500の方になるんですけども、こちらの方はですね、最大出力がですね、1000W というものになっております。で、下の方にですね、価格の方があるので、ちょっとそこだけね、軽く見たいと思います。はい、ということですね。2つのシリーズが出てきて、DJI Power 500というものが 58,300 円、で、DJI Power 1000というものが 114,400 円にね、出てきているということになります。はい、ということでですね、今回ですね、新しく DJI Power シリーズということで、DJI のポータブル電源としては初なんじゃないですかね。こちらの方ですね、シリーズが出てきたということになります。はい、ということで、まずはですね、DJI の新製品の情報は以上となります。で、続いてですね、DJI アバター2の方ね、情報に行きたいと思います。はい、ということですね。今ですね、DJI アバター2を持ってきてるんですけども、こちらですね、DJI の新しいシネフープドローンということで、かなりですね、もう人気が出てるようなね、ドローンになっております。私の方もですね、レビューとか行ってて、結構ね、再生数も伸びてるんで、めちゃめちゃで、ね、皆さんが興味のあるドローンなのかなと思っております。でですね、ちょっとね、注意しなきゃいけない点っていうものがありまして、こちらですね、DJI アバター2の方のですね、後ろの方、今ですね、後ろの方見せてますけども、ここのところですね、2つですね、これですね、ビジョンセンサーというですね、センサーがついております。これに関してはですね、距離とかですね、検知するようなセンサーになるんですが、
ちょっとですね、注意点が必要です。で、もう一つですね、カメラドローンとして今ですね、DJI Mini 4 Pro を持ってきてるんですけども、これもですね、同じくですね、ビジョンセンサーになっております。で、こちらはですね、ビジョンセンサーで、これも同様なですね、センサーなんですけども、こちらの方はですね、回避システムがついてます。要はですね、こちらの方のですね、ドローンとかが、相場よりですね、近づくと止まるようなね、システムになってます。なのでですね、まあ、回避システムがついてるということで、私もですね、ちょっとこちらの方ね、勘違いしてたんですけども、ビジョンシステムイコールですね、回避システムもね、ついてると思ってました。ただし、ちょっとですね、Q&A とか見てみると、まあ、こちらの方ですね、リジアバタツについてるこちらのですね、ビジョンセンサーの方は、こちらですね、回避システムがついてないというふうにね、書いておりました。ちょっとね、そちらの方のね、Q&A の方、見ていきたいと思うんですけども、こちらになります。はい、こちらですね、リジアバタ2の FAQ ということで Q&A のところになります。そのところにですね、製品というところがあってて、ここちょっとですね、もうすでに展開されてるんですけども、これね、まあ、展開されてない状態でね、最初あるんですが、まあ、リジアバタ2は障害物回避機能に対応してますかというようなですね、こっちの方質問があるんですけども、こちらの方ですね、開いてみると、いいえということになってまして、障害物回避機能の方、こちらの方にはね、対応してないということになっております。こちらの方はあくまでもビジョンセンサーということで、ノーマルモード、スポーツモード中は DJI Avatar 2の下方及び後方へのビジョンポジショニングに対応して飛行安定性を高めていますということになっています。なので検知システムではあるんですけども、こちらはですね、回避するんではなくて、あくまでも飛行安全性を高めるというためにですね、ついてるシステムということになってまして、まあ、検知はするんですけどね、こちらの方は、ね、回避はしないということになっております。まあ、ということでね、何が言いたいかというと、こちらの方ですね、ビジョンセンサーついてるんですけども、まあ、こちらですね、マビックシリーズだと、こちらですね、ビジョンセンサーが回避機能もですね、並行してですね、使えるようなセンサーになってるんですけども、こちらの方はですね、そちらのセンサーに対応してないということなので、例えばですね、ここら辺にこういう風な障害物があったら、本来であればね、マビックシリーズだとここで止まったりするんですけども、このですね、リジアバタ2の場合はそのままですね、バーンってぶつかってしまうと。こちらもですね、下の方も同じですね。本来であればこちらの方ですね、ビジョンセンサーが反応して回避機能もね、対応しているものがマビックシリーズなんですけども、アバターの方はですね、このままですね、ぶつかってしまうというようなですね、ものになってます。こちらの方あくまでですね、ビジョンセンサーとしては働きますので、まあ、検知はねしているということになります。で、検知することによって、まあ、飛行安定性を求めてということですね。なので、こちらの方のですね、リジアバタ2の方は、まあ、FPV 機として、まあ、シネフープドローンとしてね、特化しているということで、まあ、こちらの方のですね、ビジョンセンサーは、あくまでも飛行安定性のためにですね、ついているということになっております。なので、もう一回ですね、こちらの方ですね、マビックシリーズを持ってきてますけども、マビックシリーズはですね、こちらの方のですね、ビジョンセンサーは回避機能もですね、合わせてできるようになっていると。いうところで、これはあくまでもですね、まあ、カメラドローンとして、ね、使うので、こう安定性とですね、回避システム同時にですね、こっちの方使えるようなね、システムになっているということになっているに対して、こちらの方のリジアバタの方は、まあ、あくまでも FPV 機だということで、まあ、シネフープドローンですね、狭いところもね、飛ぶということで、ね、設計されているので、こちらの方ですね、ビジョンセンサーの方は回避機能がですね、ついてないと、わざとですね、対応させてないということになっていると思われます。多分なんですけども、これですね、まあ、ファームウェアアップデートとかで、まあ、回避機能をですね、まあ、対応できるようにはできるとは思います。ただ、まあ、DJI の設計思想がそういう風なね、設計姿勢になってないということだと思います。あくまでも、まあ、狭いところを飛ばすということで、下手にですね、センサーがあると誤作動しちゃってですね、こちらの方の DJI Avatar 2とかが、逆にですね、ぶつかってしまって、まあ、飛行がですね、不安定になってしまうということがね、考えられます。なのでですね、こちらの方のビジョンセンサーに関しては、まあ、ポジショニングだけにね、特化した形にしているとだと思われます。はい、ということですね。私もですね、ちょっとね、ここら辺のことは、実はですね、まあ、ビジョンセンサーがついてるんだから、障害物回避機能もですね、合わせてついてんだろうというふうにですね、勝手に思ってしまってましたけども、まあ、設計思想を考えればですね、障害物回避機能とかはですね、まあ、つけない方が、まあ、飛行安定するのかなと思います。なのでちょっと勘違いしたんですけども、あくまでもリジアバタ2についているビジョンセンサーに関しては、障害物回避機能はですね、今のところ対応していないということになっております。はい、というですね、今日の話題は以上となります。このチャンネルではこのような話とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとか行ってたりします。
随時最新情報もアップデートしてまいりますので、ベルマーク、通知ボタンの方オンにしていただくとありがたいです。あとチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サラクでした。楽しくドローンを飛ばしましょう。さよなら。バイバイ。